どんな3週間をお過ごしでした？まだでも3週間だってもう自分の気持ちが整理がついてないんで、3回ぐらいは練習してるんですけど、とりあえずあんまり格闘技とは離れた生活をしてますね。クレベルに負けた、はい、はもうダメかみたいな吹きましたよね、そういうことはなかったですか？でもクレベルの時はなんていうかな、そこまで努力してなかったんで、結構な準備をしてきて、であんな形で負けたんで、今回のがどちらかといえば、埼玉スーパーアリーナを埋める2万5000人の観客は今夜笑ってアリーナを後にするのか、うなだれて家路をたどるのか。真夏の格闘技の祭典スーパーライジン誇る無敗の女王にフランスからの刺客が襲いかかります。タイトル挑戦のビッグチャンス、レーナと対戦し、膝十字でタップアウトの衝撃デビュー、しなやかで残酷なチャレンジャー、フレンチチョーカークレア・ロペス、ライジンスーパーアトム級王者、デビュー10戦無敗の女王伊沢聖華が初防衛戦のリングへと向かいます。幸せとライジンの挑戦と全てを手に入れた、ワールドグランプリも制した無敗の女王の風格です。伊沢聖華、最初ね、最初集中ね。ライジン女子スーパーアトム級タイトルマッチ、5分3ラウンドの戦いが始まりました。白いコスチューム、こちらがチャンピオン、無敗のクイーンの伊沢聖華。The game plan was to use my hand and my leg. I wanted to use the calf kick, and I choose to start with calf kick. I think I made a big mistake because when she wanted to take me down, I've tried something that I usually do.そうですね、今クレア・ロペス選手がアームロックで伊沢選手を返そうとしたところ、伊沢選手うまく上を取りましたね。こちらアームロック来たから、一回回してサイド取った時にもう首の仕掛け 2,3 個の技狙いながら、相手がどういう動きしてくるかっていう感じで待ってたんですけど、その中で相手がスタンドに戻ろうとしてきたので、一番ハマりやすかった忍者で決めたっていう感じです。まず忍者チョークが入ってますね。これ逃げないと結構きついと思います。ここか、あ、落ちましたね。無敗の強い、ここで立ち上がって決まっていきます。これ完璧に入っちゃったね、はい、でタップです。いやもうあっぱれですね。あー落ちていく。 Our right, our left side was the same thing, was blocked and I just remember to see people around me, so obviously even when you're good, shit happens. But I'm not gonna quit, obviously. It's part of the game. You have to accept it. So if they call me back, I'll come back. And just. この真っ赤な輝くベルトが伊沢聖華の元に戻ってきました。初防衛なる。女子格闘にもしっかりと一本で勝てればスカッとしますよね。皆さんたくさんいっぱい見てください。よろしくお願いします。開ける姿というのがちょっと想像つかないというか、うすぎてもう相手がいないぐらいの感じしたってると思うんですけど、そこはまあ厳しいところなんですけど、世界の強い相手アゼルバイジャンとかにいたら呼んでほしいなって思います。
まだまだ決めたい技もあって全然見せれてないのかなって思うので、だからこそもっともっと試合がしたいですね。本当に9月に向けてもう整えてる感じだったっすね。はい、家族がピンチの時は黙ってる男はいないと思います。断る理由はないです。Oh yeah, getting used to it now. This is my home now, so ready to go and make it my own. Look at this. How can you not be happy to fight here? Look at all the people here. ベラトールという大陸で王者となり、ライジンという大陸に乗り込んできて半年、ライジンバンタム級制服まであと一歩。ライジンバンタム級チャンピオンベルト、ベラトールに流出の危機。俺に任せろ、男扇久保博正。身長差11センチ、どういった戦いを見せるか扇久保博正。一方アーチレッタは無限のエネルギーを持っている男です。さあ始まりました。まずは第1ラウンド、中央を取ったのは扇久保ではありませんが、プレッシャーをかけていくのはアーチレッタ。ファーストコンタクトで打撃もらった時に威力がなかったんですよね。なんかもう堀口とか井上直樹とかと比べてるって言ったら変ですけど、威力が全然違うなと思って、これならもらっても大丈夫だと思う。はい、ですが、はい、アーチレッタは意外と待たれるのが嫌なんだという話をしていました。これですね、タッグに入ってきます、シグレック。しかしここは一番警戒してたのは、もうレスリングでずっと上取り続けられることがを警戒してましたね。はい、Yeah, so that I knew this fight was going to be a positional fight. The game plan was to stick to what we knew best, which was wrestling. Get him down, get him tired, and ultimately win the fight. 相手の両脇に腕を差し込みながら持っていきました。さあここから突き放していきたい大木久保でありますが、そのバックを取っていこうとしているアーチレッタ。大木久保としてはここからどうするべきでしょうか。今正対した蹴りを放っていきます。さあそして決めついたタックルだ。ここタックルにつなげるところがね、アーチレッタなんですよね。セリアさんと1ラウンドは多分上になられてもスタミナ使わせようっていうふうに言ってたんで、でももっと立っていけばよかったなと思いますね。試合後狭い状況からだったら肘を打てるので、はい、ここからエンジン上げていこうっていう、セリアさんと話してたので。Yeah, in the first round it was like, okay, let's wear him down, let's take him down, trying to beat him in position. Then the next round was like, okay, kind of start moving a little bit, try to find my range. Hands up, hands up, hands up. 打撃なのか、今打撃で勝負しようとしに来てるのか、ちょっとよく分かりづらいんで。突破口は僕の中でロー。で削っていこうっていうのを話しました。前足結構キム総長の戦で 2,3 発蹴られてめっちゃ嫌がってたんで、足いけるぞっていう話になって、ハーフとインローで攻めてってと思ってましたね。そしてリムからキックを放っていってカウンター。ローは結構効いてました。なんか足プルプルしてました。これ完全にこれマジ無駄な2発目いっちゃって、これ勝てる、やりきれって言われて、で向かいました。3ラウンド目コンクラビが始まりました。これもきつい。リアルロック Starting the round off, he tagged me with the 1-2 and it was fast, you know, but it was, you just shake it off, right? You're in a fight and you're in the heat of the moment and you're still trying to gather your wits together and
trying to find a way to win. Oh, yeah, but タックルも混ぜるぞ。焦りや事例みたいなもの見えないですね。いいぞ、肩取れてる。足が出てるけど。打撃でいけば多分もっと違う展開になってたんですけど、もう自分を貫こうと思ってたんで、途中でもうタックルいって、あそこでちょっと勝負の分かれ目だったなと思います。ただでも、さあ切りましたね。はい。ちょっと我慢比べ。今後ろについたのはアチレッタ。最後取られた時マジで逃げれなかったっす。本当に逃げれなくてどうしようもなくて悔しかったです。なんか、はあ、いつも俺にやられている選手の気持ちが分かりました。あ、こういう感じなんだと逃げれねえと思った。立ち上がった大木君ではありますが試合終了。アタアチュレッタジャッジ内田赤アーチュレッタよって勝者はアーチュレッタ The winner by a unanimous judge ライジンバンタム級王座ベラトールに流出ファンアーチュレッタが掴み取りました。 Hey Look at heaven You guys stayed up Nice Thank you guys Thank you guys for all your hard work. We did it. All the sacrifice we all did, we did it, guys. I love you guys. Kaio Sakura! Ready for some time off and then come back and defend my title. Hopefully Kaio Sakura gets his shit together because we still got a battle to go. And I couldn't be happier to bring it home for you guys. Ojos, thank you. Martha. みんなごめん。しょうがない。もう2週間前のファーでやることやってる。今回はもうベルトは日本に守るためにバンタムに出たっていうことで。はい、そうですね。これからはフライでやります。ジョン・ドットソンだったり、マメドフだったり、テミロフ。あ、強いね。強い外人いっぱいいるんで。真珠って。はい。世話してたよ。一緒にやってましたね。3、4年ぐらいやってたのかな。俺がフライ級最強なんで日本のフライ級で強いってやつぶっ倒します。ここまで強くなると思ってました。あ、思ってました。はい、当時からもう普通にトロ選手から1本ガンガン決めてたし強くなるなと思ってました。それでまたこう盛り上がっていくじゃないですか。若手の名前も僕とやることによってこう上がってくると思うし、新竜ともいつか絶対やるでしょうね。はあ、きっと楽しみですね。誰が殴ってる私。お前悪くないって言ってるじゃん。俺ら悪くないって悪くないけど暴力はないんだって。回数でどんちゃんやられたと。あ、それは結構メンタル的に乱された。いや、そんなことないですよ、うん、はい、全然。ただちょうどトイレ行ってたんで俺は危なかったです、ね、第4代ライジンフェザー級王座決定戦、いよいよ運命のゴングです。真夏の格闘技の祭典スーパーライジン2、いよいよメインイベントです。斉藤豊、牛久潤太郎、クレベル小池、2年足らずで3人の王者が誕生したライジンフェザー級。そして今は誰のものでもないライジンフェザー級のベルト。3連勝でタイトルに王手をかけたのはコーカサスの雷鎚ブガール・ケラモフ。津波のように押し寄せる打撃、雪崩のように襲いかかるタックルで18勝のうち KO 勝ちが6つ、サブミッションが8つ。ライジンフェザー級王座決定戦はコーカサスの雷鎚がとどろくゲリラ豪雨の予感です。欲しいものは何だって手に入れてきた。でも一番欲しいものだけ手に入れられなかった。それも間もなく。うっすら笑顔を浮かべています。
調子良かったんでやるかって感じ、なんかきつい試合するぞって感じでしたね。さまよえるライジンフェザー級のベルトが最後にたどり着く場所、ルローのベルトが探し求めていたご主人様のもとへ。第4代ライジンフェザー級王座決定戦、朝倉未来2度目のライジン王座戴冠のチャンス、自ら指名したブガール・ケラモフが立ちはだかります。さあ高坂さん、いよいよ始まりますね、はい、そうですよね、これそっぱらのところの、さあゴングが鳴らされました、どよめきとともにです。位置取りのところはまあ落ち着いてますね、うん、これお互い落ち着いてるな、反応は良かったですね、こっちの初速に対して相当警戒してるな。ナイスナイス、いや距離よ距離よ。ケラモフは1ラウンド強いんだけど、まあ、2ラウンド目3ラウンド目って押してくんで、こう2ラウンド目以降からちょっと圧力をかけて削っていって最終的に KO しようっていう作戦。近く近くなってきた。警戒してるようには見えないですか。そんなに警戒してなかったんです。タックルと見せかけて右来ると思ってたんで、入られてもいいかなっていうぐらいの戦い方してたんで。Я пошел по плану, как мне моя команда говорила сбоку, что нужно с ним обмануть и бороться с ним и добивать его в партере. Я так и сделал. 思いのほか。これは普通に早かったですね。Никто вообще его мог переводить на пол. Сколько у него боев, он очень чувствительный. Поэтому я знал, что если это для меня шанс, что не упустить, нельзя опускать. Как я его повалил, я подумал, что я должен заканчивать здесь. Саяк でしたね。下ろせなかったね、右足が。組は強かったけど、降りてたら多分ここはテイク取られてなかったと思うんですよね。まあそれはしょうがないんで。パンチも2つ入ってるね。そうですね。ちょっと顔の表情変わったからね。堀江戦もありましたね、はい、足を取りながらでも強い打撃を打てるのがマウントですね、はい、マウントを取りました、はい、壁が近いんでロープ側に背中つけたいなっていうのは考えてたんですけど、力強いなっていう上の抑え込みの力が、肩を固めてる、肘だ、モンド無用の肘、やはりイムラステージ、肘が結構重いな、フリーオードされてるのかな、エビとかもしづらくなるんで、すごいうまい。もう一つ石だ。ここを拾って、今ちょっと一瞬落ちたな。今一瞬ちょっと効きましたね。金網だとチョーク入らないじゃないですか、あそこ。そこのおごりはあったっすね、なんか。これね、ここでも入るんですよ、だからこれは落ちる寸前だと思うんで、警戒しなければいけないこう流れだったね、そうですね、ケラモフがやってくるであろうというね、だ失敗したなって感じじゃないかな、ニクル選手は分かってたのにっていうね、ね、TK、そうですね、こう来るって分かってたのにって感じじゃないかなって思うんだな。
朝倉未来を沈めたのが、いや参ったさせたのが彼、ウガール・ケラモフです。第4代王者です。どんなことを考えたか思い出されますか？いやもう、まだ真っ白でした。決め切る力、チャンピオンになる姿をこう夢見ながら応援に来てくれた人たち、結構申し訳ない気持ちですね。もういいっすか？大丈夫。Tek müzayetimizde sizinle bir yerden Allah size razı olsun, Allah sizi sürücüler sinirlemesin. Bütün Azerbaycan milletimi tebrik edilem. Azerbaycan birinci kemerin, Grand Prix kemerisi Tofik kardeşim getirmişti. İkinci de ki rezil teşkilatı ben getirem. Çok şükürler olsun Allah'a. Allah bizi utandırmadı. Öpürem sizi, yalnız sevirem. Yaşın adı olmasın. Ebru Asakura iyi. Я знал, что он здесь звезда, я знал, что он очень хорошо дерется, но он не то что звезда, он своими боями, ну, японский Макгрегор. Японский? Макгрегор, Конор Макгрегор, да, бил Эд, заставил полюбить себя. Он молодец, он все делал красиво, все четко. Этому шоу уже мне 31 год, поэтому я думаю, что это заслуженный пояс. Пояс все-таки на мне, вот он. Пусть дадут мне Клебер, дадут Саита, дадут, которого мне засудили, и не знаю, пусть кого хотят дать мне. Если скажут, конечно, буду участвовать. У нас очень красивый город, он цветущий город, у нас много где можно хорошо время, но там очень красиво. Там это, можно сказать, лучше даже, чем Дубай, если они, кто-то был в Японии, из японцев в Дубай. Азербайджан! やりますよ、俺が叩き取りますよ。自分からこう、ね、あの厳しい相手を指名して、ね、勝負かけたっていうところで、あの、まあ、ケノ選手は今日はあの上回ったと思うんですけど、うん、ちょっと今後がどうなるのかなっていうのはすごく気になるところでありますよね、はい。まあ、お疲れ様でしたというところですね、はい。負けた時はめちゃめちゃ自分が弱いなっていう風に感じてたんですけど、それ以来初めて今試合映像を見て、自分のでもなんかやり返したい気持ちができました。今見たらこのままじゃ終われない、答えはもう出てるんですよ自分の中で。どうしたらこうケラモフたちに勝てるのかっていうのはもう分かってて、あとはもう自分がやるかやらないか。モチベーションの保ち方というか、いろんな楽しいことあると思う、はい、くらいになる。ここで自分を突き詰める時間っていうのはどうなの？試合終わってみて変わったのか変わってないのか。試合が決まれば関係ないんで、何やってたの？申し訳ない気持ちがすごくて、そのやっぱ会場来てくれた方とか、まあそれ以上に自分にがっかりしすぎて、
まあすぐやるとは言えなかったんですけど、でもまあもう一回頑張ろうっていう気持ちになってきてるんで、やり返しますか。ちょっと時間置いて。ケラモで今強いって上手でも、私がまあ多分まだナンバーワン、ナンバーツーが今金原だから、この階級でクレベルと寝技で勝負できるのは自分しかいないと思ってるから、クレベルに勝てる日本選手って俺しかいないんですよ。これ断言できます。1本で絶対勝ちますよ。金原ホッペガー。